日本神奈川県横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町。保土ヶ谷町は神奈川県横浜市保土ヶ谷区の町名。住居表示は未施行で1から3丁目のあざ町名が設けられている。郵便番号は240の0021。面積は0.188平方キロメートル。保土ヶ谷区の南部に位置し、東海道本線と今井川に挟まれた。 東西約1 7トルの細長い町域を持つ。東から順に一から3丁目のあざ町目が設けられている。北は JR の線路を挟み霞台、岩崎町、初根家急、南側は今井川を挟み岩井町、瀬戸ヶ谷町、刈場町に接する。中央に国道1号が縦断し、2丁目で旧東海道が分かれる。カルベ本人のもや、 旗子本家猫や跡など、宿場町の雰囲気を残す建物が残されている。三丁目の紀元寺には、1939年に死去した劇作家の山崎主公の墓所がある。東海道邸が谷宿の中心として発展し、現在でも保存された旗子跡などに雰囲気が残る。1889年4月1日に、町村制の主公により、羊群ほどヶ谷町が成立し、 ほどがやはその大技となる。ほどがや町知事によると、1891年の個数は279、人口は男性648人、女性655人であった。1927年4月1日に自治体としてのほどがや町は横浜市に編入され、大技ほどがやは横浜市ほどがや町となる。1932年に一部を、 片平町、神戸上町に編入するとともに、神戸上町の一部を編入。1940年には、ほどがや町の一部が、宝泉町、坂木町、権田坂、狩場町、藤塚町、初根家宮、岩崎町、瀬戸がや町、霞台、月県台、桜ヶ丘となると,とともに、岩間上町の一部を編入した。 2018年2月28日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。